海と日本。不自由はさせぬぞ。私は一流の声優の技に触れてアニメのアフレコ体験。どちらさんで？旅の者だが遅くにすまん。一晩泊めてはもらえんかな。全国の海の民話を語り継ぐイベントが東京で開催されました。およそ70本の民話アニメを制作してきた海と日本プロジェクト。広島からは鞆の浦の百貫島物語も上映されました。動画とかで見られるのは楽しいなと。さらにシンポジウムでは海の民話が持つ可能性について議論。物語を語ることによって生きる力を得るし、聞く人もまたそういう力を得る。海の民話というのは、この先人がどんなふうに海と付き合ってきたのか、関わってきたのか、あるいはこういう知見がすごくこう詰まっていると思うんです。でさらにはこの民話が海と人をつなぐ結節点にもなっていると。両親の拠り所といいますか、やっぱり民話って人と人とのつながりを書いているので、完全懲悪にしても今価値観は変わってきてますから、まあ、現代風にアップデートという言い方はあれですけども、裾の広い民話の捉え方をしていけるのが一番。海と日本プロジェクトでは100作品を目指し、海の民話のアニメ制作を続けていきます。海と日本。海と日本プロジェクト in 広島、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もお願いですの。